月でもいい？あ、ちなみに行かない旅のあの最新版が YouTube で公開されてます。めっちゃ溜まってるんだけど、明日も朝早くからお仕事で、明日の夜、いやちょっとわかんないな。そうで、そっからからの山形行って、北海道行って、そうなんですよね。すごいすごいすごいんだしもさん意外とねバタバタ。10月末、あ、27とかもワンチャンあるかも。来週っていうか、北海道を乗り切ったらちょっと、いやその後も毎日お仕事はあるんですけど、ちょっと落ち着くなっていう、そのなんかバタバタ感はちょっとなくなるので、街道終わりまでちょっとバタバタさせてくださいはい、すいません、申し訳ない。明日も早いのと、起きてたらなんか食べたくなっちゃうので早く寝たいと思います。あ、そう、ちょっとここ連日野球の話ばっかりで申し訳ないんですけど、野球あんま興味ないよって方にはちょっと申し訳ないんですけど、あの巨人さんおめでとうございます。いやー、セリーグおもろいねそう、まあでもこれは、これに関しては正直もはやもうなんて言うんだろう、この自分が応援してるチームじゃないからおもろいって思えるのかなって思ってて、多分自分が応援してるチームが同じようなあのことが起こってたらもう向きって感じだから多分そう、だからこう一普通にただの野球ファンとしてセリーグおもろいなって思ってますそう、なんかそんな、そのホークスの試合みたいにめちゃめちゃすごいガン見してたわけじゃなくて、そう途中つけた時に、つけてちょっとしてからホームラン打ってうわーってなって、でお風呂入ってでって感じで、ちょっとしてる時にちょっとしてちょっと見ておーみたいな感じなので、そう、そんなガチガチに見てたわけじゃないのであれなんですけど、でもすごいなんかおーってなってます。まあどんなね、どのチームが来てもホークスさんが勝ってくれると私は信じて、2チームとも明日はどっちも頑張れって気持ちで。ただね、明日ピッチャーが戸郷くんなんですよ、先発が。そう、同い年、私がちゃんと顔も名前もわかるセリーグの選手、珍しくだからちょっとね巨人寄りかもしれないけど、でもなんかこう3試合勝って2試合負けて、いやここでもう一発ちゃんと気を引き締めてきたーみたいな、ベイスターズも見たいっていうのはあるから、まあどっちもどっちも応援したいと思います。はいどっちも応援したいと思います。菅野さんってあれでしょ、めっちゃプロスピ顔の人でしょそう、私昔同じこと言っ、そう、これ配信でマジ菅野さんってプロスピ顔ですよねってこれ褒めてますよ、プロスピがめっちゃ上手にこうなんていうの、
真似というかプロスピがめっちゃちゃんと上手にこう真似してる、真似なんていうのデザインしてるよねっていう褒めてるのでめっちゃすごい、マジでプロスピ顔だなって思ってます。いやでも今日のすごいなって思ったのは、なんかその副音声みたいなところになんか別の球団の高橋さんって方がおられて、まあ、その方がなんとそのホームランを打った人の高校の同級生みたいな、そうで、しかもその人が急に副音声で、副音声がこっち の, そのテレビのところに普通に急に流れ始めて、いやそうなんですよ高校の同級生でカキーンみたいな、すごくないと思って、さすがにやばと思ってそれは結構激アツ胸アツっていう感じでしたね。私も全然知らない、あの全然なんか、でもその高橋さんはWBC 出てたよってファンの方からあのお言葉をいただいたんですけど、すいません、あのちょっと近藤さんしか見てなかったですいや大谷さんしか見てなかった、 WBC、 あと村上さんと、マジでごめんなさいWBC に関してはマジでちょっと村上さんを応援してたみたいなところがあるからあんまりちょっと存じ上げられてない、ごめん。バンバシさん入ってありがとうございます。そう、友達はハムのファンだ、ホークスは本当に強すぎると言っています。ああ嬉しい。でもすごい今このまま巨人が勝ち上がるとちょっと勢いがすごいし、ちょっと怖いですねそれは、こちら側としても。あとなんかセリーグの試合面白いってツイッターに書いたら、なんかホークスファンが高みの見物してるって書かれたすいません、いや本当にそれはそうかもしれない、なんか自分のチームが勝ってるから言える話かもしれない、本当にそう。申し訳ない。でもホークスファンって知られてるのは嬉しいなと思いました。そうやったと思った。いやでも余裕ではないかもしれないと思いますよ日本語難しい。だって勝負事ですから、負けることもあるし勝つこともあるし、そりゃメール送ってます。
今日は9時台にメールを3通送りました。すいません、あの怒涛で怒涛のメールラッシュですみません。3通送りましたっていうか、このおやす合わせて3通目、怒涛のメールラッシュです。ちょっともうちょっとねばらけて送った方がいいよねっていう感じでもあるんですけどメール送らなきゃと思った時間がもう9時半過ぎてて、そうてか本当は9時半から配信しようとしてたんですけど、配信しようと端末開いたら充電なくてそうわーってなって、とりあえず携帯でメールを送ることにしました。日本シリーズとワールドシリーズが同じ日、え、そうなの？知らなかった。日本の野球しかって感じだから。あ、メール送れました。前髪めっちゃまっすぐすごい。いや、千賀さんもね活躍されてるんですよ。まあ、いろいろあったけど、なんかちょっと前いろいろちょっとあんま抑えきれなかったみたいなあれはありましたけど、千賀さんも頑張ってるってのは知ってるので、ただセリーグの本拠地からやるんですよ今回の日本シリーズ。だからセリーグセリーグでやってペイ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 でやるので、もうこのペイペイでね決めたいですよね本当に。でペイペイで胴上げ万歳みたいなのが一番いいかなと思っているので、ペイペイで胴上げしましょう。15分経過ありがとう。お寿司食べたいお寿司食べたい。ヨンさんが気になってた本を半分読んだけど面白い。え、読み終わったらください読み終わったらちょっと貸して、でサイン入れて返すからいらねえ作者でもないやつのサインをさ本に入れんなよって話ですよね本当に本当にそう
作者でもないやつのサイン入れんなよってお前書いたわけでもねえだろって思いますよね。すいません。てか行かないたびの告知しなきゃ。やばすぎ。してない。前回いつ収録したんだっけ。9月。写真がさ、この日ね。全然もっと。あれ、待って、自撮りないかも。もうあった。あるわ、よかった。本当に本当に何か食べたい。下書きをちょっと待って、衣装が小さすぎて通常マネキンが入らない。何のどの話だ。 AKB 衣装店のマネキン特注。え、そうなの、知らなかった。てかそうな、え、なんかすごいね。てか子供マネキンとか使えばいいのに、特注なの。そこにめっちゃお金かかってるやん。1ヶ月で6キロ痩せました。すごくない？え、教えてください、そのダイエット方法。私もやりたい。1ヶ月で6キロ痩せたい。本当に教えて。え、結構ちゃんと教えてほしい。本当に痩せたい、本当に痩せたいのに本当に食べちゃう。ね、ダメだからね、マジで。なくならないよ、私6キロ以上あるから。私6キロ以上あるからなくならないよ、大丈夫。今回何県だっけ。国後半島、違う、なんだっけ、なんて読むんだっけ、なんて読んでたっけこれ。ちょっと待って、忘れちゃった。こう国東半島って書いてな、え、こうやって読むんだってびっくりしたはず。誰か教えて。国東半島、それだ。ありがとう。国東半島、
うちも痩せたいのに食べちゃう、同じすぎ、一緒だよね、ね、どうしたら痩せるんだと思う。でも私は本当に2月20日までには絶対に痩せたいと思ってて、炭水化物を食べない、朝はプロテイン、お昼はゆで卵、夜は星だけ。あ、星なんだ、星なんだろう。だいたい星になるのって新聞新聞と腕が星になるから、朝プロテイン、お昼ゆで卵、夜腕ピョンさんがこの世に 1g でも減るの嫌。はい、正解、ありがとう星なんだろうな。そう、だいたい、あ、新聞紙どっちだったかな、どっちかマジで星なのよそう、腕は絶対星なの腕は絶対星なのあ、写真集じゃないですよ。はい、あの、すいません、ドボンライブです。はい、ドボンライブのリハで痩せれそうじゃない？いつも無理なんだけど。夜はおかずだけ。マジで炭水化物食べないってこと？だってさ、なるちゃんがさ、あの、小麦抜きやってるじゃないですか。めっちゃ痩せたじゃん、マジで。私だって小麦抜きも無理って思ってるのに。だってラーメンもパンも食べれないってことでしょ。で、差し入れのドーナツとかカヌレとかが来ても食べれないし、絶対無理と思ってるのに、炭水化物なんて抜いたらもうご飯も食べれなくて、死んじゃうよハーピョン。でも生きてるもんね生きてるもんね。うどんも食べれないでしょ、無理。パスタも無理でしょ、確かに。死んでしまう。かき氷を試食にする、まあでも、ね、お腹の中で水じゃんきつい時は朝おにぎり1個分ぐらいの米を食べます。だってさ、それやったらもううちずっと多分食べちゃうよ。いや、もう今日きついからおにぎり1個分のお米、あ、もう今日もきついからおにぎり1個分のお米、絶対やりますよ。いや、そば、一時期そばハマってたんですよね、私。そばダイエット、でもお金かかるね、ダイエットってやっぱり。
すいません、ツイートしてました。夜食べないで朝いっぱい食べる。え、そうなんですけど、私この時間に配信するじゃないですか。だから大体ね、だからこの時間に大体配信するから夜起きてるんですよ。そう、食べちゃうんだよね。でも私はダメだ、そうやって甘やかして生きてちゃダメですよね。でも私もう待って、本当にいつもあれですよね、でもばっかり言ってる。でももう一個でもって言わせて。私本当にプロテインを一時期飲んでたんですよ。そう、なんか本当3ヶ月ぐらいだけジムに行ってた時があった、話したと思うんですけど、3ヶ月ぐらいだけジムに行ってた時になんかプロテインを飲んでたのね。したら多分まあそのプロテイン分太ったのよ、普通に。多分そのジムに行った、でも本当にプロテインが美味しくなくて、私がその当時飲んでたプロテインが本当に美味しくなくて、そう嫌で飲んでたのに、え太ったやんみたいなそう最悪じゃんみたいな。そうなんですよ、好きじゃないのに飲んで体重増えて最悪と思って。まあ、結局別の理由でやめたんですけど、そのジムはちょっとちょっとでも本当にやめた理由、あれやめた理由言ったっけ、みんなに。それ筋肉になったっぽくない、え、わかんない。でも多分体脂肪率も増えてた、だからもう嫌だって思ってやるのやめちゃった、ジムやめた3年ぐらい前、3、4、5年ぐらい前。そんな感じです。ということで、それではそろそろ配信終わります。お腹が空いてないんですけど、食べたくなってきちゃったので、ちょっと私のただの言い訳配信だったし、この時間良くない。明日朝早いので。終わっちゃいます。明日朝早いけど、え待って、ちょっと何時でも朝早いけど、もしかしたらメイク配信するかもしれない。
そう、明日はねメイク自分でやらなきゃいけない。いや、まあ、いつもそうなんだけど、そうだから明日は二度寝できません。そう、寝て空腹を忘れます。多分私の骨格はあれなんですけど、わかんないけどね、私の自己診断的に。でも同じ骨格なのにめっちゃ細いメンバーとかいて、私の骨格でこの細さになれるのになんで私はここで甘えてるんだろうって思ってそう、ちょっと甘えてダメだなって思って生きてるので、そう、なんかみんなは細いって言ってくれるんですけど、いやありがたい、でも私の中での理想の理想があるので、その理想にちょっとでもね近づけるように頑張ります。急に痩せるとかどうしたの。え、ずっと言ってるずっと言ってる。でもあのもちろんストレスにはならない程度に、本当にあのストレスが一番ダイエットの敵なので、そう、ストレスにはならない程度に本当にそこは頑張ります。ということで配信終わります。寝ます、もうすぐ。食べない、このあと絶対に水だけ飲んで寝る。ということで、それではランキングいきます。1位サプライズレバーさん、お、ちょうど変わった。2位トシさん、3位鉄田ネイツさん、4位ネコちゃんバラさん、5位ベベモンさん、6位哲也さん、7位トラックヤロアットゴリさん、8位ナンスノさん、9位ネバーストッパーと山形で米沢牛食べようとしたら高額すぎた、間違えた、なんだっけ、握手会じゃなくて写メ会で、じゃあ写メ会で待ってます明日の12時までなので、ちょっと忘れてたって方とかなんかね、待ってます、本当に10位リリちゃん、11位ともゆきさん、12位ピトくんさん、13位達也さん、ありがとうございました。ということで皆さんありがとうございます。いや、お腹すいたらあの味噌汁飲みます。はい、インスタントスープかインスタント味噌汁を飲みます。体を温めて寝たいと思います。それでは皆さんありがとうございました。明日朝か夜か配信するのでよろしくお願いします。ちゃんと頑張って起きます。朝早起き頑張るぞ。あ、それではおやすみなさい。ありがとうございました。またね、バイバーイ。